王風鳥は、スズメメ風鳥科に分類される鳥類の一種。その羽の美しさから、別名、極楽鳥とも呼ばれており、風鳥科を代表する種の一つである。学名の、パラディサヤアーポダとは、シの極楽を意味する。成長の体長は40から50センチメートルほど。メスは、全身褐色の地味な外見をしているが、オスは頭部に、鮮やかな模様が入っているほか、 脇腹には、黄金色の長く大きな飾り輪が生えているのが特徴。パプアニューギニア、ニューギニア、インドネシア。オスはその飾り輪を利用し、メスに対して、求愛行動を取ることで知られる。繁殖期になるとオスたちは、木の枝の上に集まって、グループを作り、そこで長く美しい飾り輪を広げ、声を上げて飛び跳ねながら、メスを誘う。十六世紀、探検家である、 マゼラン一行が、欧風町の標本をヨーロッパに持ち帰ったことで、その存在が知られるようになった。この時持ち帰られた欧風町の標本は、輸送時に邪魔になるため、足を切り落とされた状態で梱包されていたが、これを見た人々が、足がないのは、一生を飛び続けるためではないかと考えたため、楽園に住む鳥という伝説が生まれることとなった。極楽鳥という別名や、 無足の極楽を意味する学名、パラディサやアポダはこれに由来する。また、飾り輪は,は、ソーシングとして珍調されたため、後に、多くの風潮類が飾られる要因となった。その後、チャールズ・ダーウィンの協力者として知られる19世紀の、博物学者、アルフレッド・ラッセル・ウォレスは、ニューギニア地方、ある諸島にて、木の枝の上に集まって旧愛ダンスを踊る、大風潮の群れを目撃しており、 生きた大風潮の姿を見た最初の西洋人であるとされる。ありがとうございます。